グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。土のままでは雨が降ると足元が悪く汚れてしまいます。敷地周りの一部はお客様ご自身でホームセンターの防草シートを敷いていました。ペットのワンちゃんを放し飼いにしたいというご要望もありました。カースペース裏の土の部分は雨が降った時にドロドロにならないようコンクリートで固めます。車を洗うための既存の水場はそのまま残します。玄関脇の土のままだったところを土間コンクリート打ちにします。アクセントのレンガ敷きにしっかりと養生をして土間コンクリートを盛んで鳴らします。レンガはコンクリートを吸い込んでしまうためしっかりと養生が必要です。駐輪スペースの土間コンクリート打ちが終了しました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。